友達が手伝うことで逆上がりができるようになります。肘が伸びるとお手伝いがあってもできないので、肘を曲げるように意識させます。お手伝いは鉄棒の前に立ち、ももと腰を支えて持ち上げます。お手伝いをする力が軽くなってきたら上手になった証拠です。2人のお手伝いでできたら1人のお手伝いで挑戦します。お手伝いのことタイミングが合わないと失敗するので、声をかけてタイミングを合わせます。